ってってば。遅いぞ。なんかやるたびに怒られてる気がする。だったら怒られるようなことしなきゃいい。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的だね。クロエにぴったり。しかし親友と再会できた上超能力者になってるとは。すぐ元に戻るかも。だから今のうちに遊ぶ。その銃デイビッドから盗んだんでしょ。この町の住民はみんな武装してるの。危険な奴がいるからこそ私も銃を持つんだよ。そんな革命家みたいに言われても。マックスの力こそ革命だよ。だから使い道を見極めなきゃ。飲む？いらない。お子ちゃまだな。全然変わってない。よしやるか。まず空き瓶を5本集めてよ。飲みながら？危ないよ。大丈夫だって。空き瓶を5本な。よろしく。車にもそれぞれ物語がある。かわいそうに一人ぼっちにされたのね。この店、子供の頃によく行ったな。お菓子が美味しかったの。今はただのゴミ捨て場の看板。昔学生をたくさん乗せて走ってたなんて信じられない。もう。瓶その1を発見。あと4本。陸上にあるボートを見ると悲しくなる。持ち主はどこ行ったんだろう。これすごく怖いんだけど。安らかに眠ってね。どれだけの服がこれで現れたんだろう。これであと3本。クロエ、ここの車を見ておじさんの事故を思い出さないのかな。夢に出てきたのと同じ鹿？鹿の写真を撮るなら今。ここは人気のスポットなんだろうな。あと2本。5本見つけるのも一苦労だよ。
ご親切にどうも。クロエとレイチェルの歴史が刻まれてる。レイチェルのこともっと知れそう。レイブのためならロスにまで行きそう。楽しそうだな。間に入るつもりはないけど、私も来たんだし。仲間は三人。あとはレイチェルを探すだけ。レイチェル、ボルテックスクラブのパーティーに行ったんだ。日付はいなくなった日の前日。死にたい？誰？こんなの書いたの。きついな。クロエのメイクじゃなさそう。悲しくなるな。本当の親友だったんだ。引っ越さなきゃこれが私だったかも。レイチェルソング、クロエ、私にも作ってくれるかな。あと一本だ。錆びた金属に囲まれると落ち着く。なんて暗い？ゴスっぽい？なんでこんなとこに古い注射器が。薬莢？新しいみたいだけど。アメフト部が来てたんだ。思ったより重いかも。怪しげな場所だけど、クロエがよく来るのもわかる。スチームパンクっぽいし、二人で子供の頃に戻ったみたい。隠れて将来のことを考えて。ひどいことばっかり起きるけど、また一緒にいられるのは嬉しいな。昔に戻ったみたいで幸せ。ボートがあるところに海賊はあり、酒瓶もあるはず。さて、瓶をクロエ様に渡さなきゃ。ご苦労さん。また、もう一本。本当にやる気？一発も外さず、全部の瓶に当てる。そこでマックスの出番だ。よし、どこを狙う？まず撃つとこ見せてよ。よし、どこを狙う？もうちょっと右。了解であります。見たかよ、今の。見たよ。やべえ、上がる。よし、2本目だ。よし、どこを狙う？
まずはそのまま撃ってみせて。よし、どこを狙う？もうちょっと上かな。よし、命中だ。見てろよ、姉さん。やばいな、これ。よし、次はトリックショットだ。どこに撃とうか。マックス、どれを撃つ？左にあるホイールを撃ってみて。ホイールだな、オッケー。やっべ、才能あるね。最高に楽しい。満足した？まだまだ、もっとすごいのに挑戦しよう。それじゃあ、あの廃車を使ってみるのはどう？で、どれを撃てばいいんだ？左のタイヤを撃ってみて。了解、車輪よさらば。決まったな。マジ信じらんないよ、スーパーヒーローみたいだ。よし、今度はマックスの番な。ちょっと待って。また鼻血、大丈夫か？ちょっと気分が悪いかも。マックス！びっくりしたよ。気分はどうだ？うん、平気だよ。ありがとう。ちょっと休めば大丈夫。刺激が強すぎたか？そんなことないよ。正直楽しいかも。危険だし怖いけど、でも楽しい。治ったら言ってくれ。この力、体への負担が大きいな。元に戻ってよかったけど、とりあえずクロエと話そう。銃を手に持っても全然リラックスしてる。よし、今度こそマックスの番だ。やっぱりやめとこうかな。何言いこぶってんだよ。まったくガキじゃあるまいし、大丈夫だって。私がついてるから。ほら、やってみろ。いや、悪巧みの最中か。銀行でも襲う計画かな。失せろ、フランク。ああ、こいつは失礼。邪魔するつもりはなかったんだ。銃声が聞こえたもんだね。火遊びとは微笑ましい。ガキの頃を思い出すぜ。一緒にすんじゃねえよ。同類だよ。お前も金に困ってる。俺からクソほど借金するぐらいな。あ？金は返す。みんなそう言うんだ。返すあてもねえくせによ。お前何隠したんだ？見せてみろ。そのブレスレット。うるせえ、ダチからのもらいもんだよ。てめえには関係ねえ。だが、それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ？言っただろ、もらったんだよ。ふざけんな、盗んだんだろ。今すぐ返しやがれ。それ以上近づくと後悔するぜ。下がれ、切り刻まれてえか。やめて。やめないと撃つから。おいおい、やめとけよ。笑わせてくれるぜ。覚えておくからな。てめえは俺を殺そうとした。言っておくが、俺は根に持つタイプなんだ。金は金曜までに用意しろ。今度こんな真似しやがった。
ただじゃ済まねえか。弾は入れとけよ、クソガキが。ごめん。ありがとな、守ってくれて。行こう。すっかりしらけちまった。まあフランクはもうしばらくは来ないよ。奴の狙いは金だ。あの人を撃ちそうになったせいでクロエも私も危険な目に遭いそう。クロエ、次はどこに行く？なんでフランクはレイチェルのブレスレットを持ってたんだろう。考えるのは後、今はクロエについていこう。まさかフランクに銃突きつけるとはな。もう思い出したくないよ。弾入ってなくてよかった。時間を巻き戻して銃をあいつのケツに突っ込んでやりゃよかったんだよ、ガツンと。やだよ。あ、気をつけて。マックスがいてよかった。ありがとう。でもクロエ、なんでフランクみたいな怪しい人と関わってるの？クロエらしくないよ。少し休もうか。別世界に来たみたいだろ、ずっとここにいたくなる。昔みたいに秘密基地を作って閉じこもりたい。フランクに見つかっちまったから新しい別荘は必要だな。少しは落ち着いたか？まだ体が震えてるよ。本当に怖かった。ごめんな。でもフランクはハッタリだけだ。奴は金と飼い犬のことしか頭にない。クロエ、分かってる？私人を撃とうとしたんだよ。時を巻き戻せるからって何してもいいわけじゃない。もう銃はたくさん。こんなの私からしたら日常茶飯事だ。奴への借金だって鼻から返す気ないさ。ねえ、フランクとは一体どういう関係なの？そもそもあの人何やってる人？フランク・バワーズはこの町で売人やってる男だ。奴とは時々つるんでた。つるむって、まさかクロエ。何キモい想像してんだよ。大体向こうもそんな気ねえし、レイチェルと町を出たくて金を借りただけだ。そっか。でも奴がレイチェルのブレスレットを持ってた理由は絶対突き止める。だけど気をつけないと。やるならフランクにバレないように動きを探ろう。マックスとこんな話するなんて変な感じだよ。5年ぶりなのにさ、全然そんな気しない。レイチェルもいたらよかったな。レイチェルと私、友達になれるかな？相性抜群だよ。レイチェルもアーティスト肌でさ、センスがいいんだ。口が減らないとこもそっくり。きっと三人で親友になれるよ。クロエがそう言うならきっとなれるね。大丈夫、もうすぐ会えるよ。線路ってなんか落ち着くんだ。なんでだろうな。ケルアックなら旅のロマンが感じられるからって答えるよ。野韻に響く汽笛の音。さすが詩人だね。なりたいのは写真家だけど。もうなってる。あとは勇気を出すだけだ。完璧。マックス、助けて、足が抜けない。どうしたの？電車が来る。まずい。これは使えそう。
ス、急いで。これでドラムが動かせる。ワックス、助けて。クロエに手を貸さなきゃ。ワックス、危なかった。また助かった。すげえ、マジで命の恩人だよ。大丈夫？ケツと足に木のトゲがぶっ刺さったよ。もうちょっと丁寧に助けろって。あの電車の進路も変えちまったし、シーラね。人気のない静かな穴場で朝を過ごした感想は？クロエと遊べて楽しかったけど、授業始まるまでに学校に戻らないと。命の恩人のためなら喜んで運転手をやらせてもらうよ。でもこの力いつまで持つかわからないよ。関係ないよ、私たちさえずっと一緒なら。